どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、またね、残念なお話をしなければなりません。ということで、最近ね、チャージルートがどんどんね、塞がれてきているわけなんですけども、またね、一つ還元がなくなるっていう発表がされました。ということで、今回ですね、トヨタウォレットの還元 1% 還元がですね、今ね、取れてたわけなんですけども、これがね、2024年3月31日で終了っていうことがね、発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。はい、ということで、ちょっとね、左目が物漏れになってまして、ちょっと腫れてたりね、ちょっと薬も塗ってる部分がありますね。ちょっと目立ってたら気にしないでください。ということで、残念ながらですね、トヨタウォレットね、1% 還元がね、今取ることができて、今のね、チャージルートで、一番最終的にですね、トヨタウォレットからモバイルスイカとかね、チャージされている方、非常に多いと思うんですけども、残念ながらですね、2024年3月31日で、このね、トヨタウォレットの 1% 還元っていうのは、終了いたします。ということですんで、今回の動画では、私のね、動画ずっと見ていただいている方は、アメックスとかね、ANAカードとか、お得にね、チャージして、利用されている方ね、いらっしゃると思いますので、こちら辺のルートね、まとめていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、トヨタウォレットの公式サイトからね、見ていきたいなと思うんですけども、こちらですね、トヨタのポイントアップダブルキャンペーン、2020年3月21日以降、以下の通り順次終了いたしますということで、終了日についてということで、TS キュービックカードあるいは TSキュービックペイからトヨタウォレットに残高チャージで、毎回 1%TS ポイント付与となります。で、2つ目ですね、対象店舗でのご利用金額につき100円につき 1% のトヨタウォレット残高キャッシュバックはございませんということで、こういった感じでね、発表がされました。で、終了日についてなんですけども、対象店舗でのご利用額100円につき 1% のトヨタウォレットの残高キャッシュバックは2024年3月31日ご利用分までですということで、このトヨタウォレットっていうのは利用していただくとね、1% 還元で利用することができたっていう風になるわけなんですけども、残高キャッシュバックっていう形でね、利用することができてたわけなんですけども、2020年3月31日で終了っていう風になります。これを受けてですね、今後ね、どういう風になっていくのかっていう話なんですけども、まずね、最近のね、解約、終了状況っていうところなんですけども、チャージ系のね、まずキャッシュが2024年1月の25日に、このね、キャッシュからの ANAPay、それ以外もね、イデアとかもね、対象外になったわけなんですけども、これのね、チャージ系の還元をね、なくしました。この還元に関してはですね、私は一つの動画にはしないで、この au Pay とね、一緒に出したわけなんですけども、0.2% 還元なんでね、そんなにね、還元目的でね、利用されてた方はそんな多くないと思うんですけども、これがね、1月25日に終わって、その後ね、au Pay Prepaid、こちらが2024年2月の13ということで、本当に1週間ちょっと前ぐらいにね、こちら突然ね、終了が発表されて、実行されたっていう感じなんですよね。こちらもね、0.5% 還元ね、取れてたわけなんですけども、これは Apple Pay しか利用することはできなかったんでね、Android の方はね、影響ないかなとは思うんですけども、こういったのがね、2月の13日に終了しましたよね。で、今回2020年3月31日で、このトヨタウォレットからモバイルスイカ、モバイルスイカだけではないんですけども、全体的な還元がね、終了してしまうっていう風になるんですよね。しかもここは 0.2、0.5、ここは 1% 還元だったんでね、やっぱり大きいですよね。これがね、終了してしまうっていう感じになりますので、残念ですね。はい。ということで、次にね、今後のチャージルートをね、まとめて、紹介していきたいなと思うんですけども、まず、アメックスのチャージルートですね。アメックスから、キャッシュにチャージしていただいて、ANAPay。で、ANAPay からモバイルスイカですね。こうすることによって、アメックス 0.5%、ANAPay0.5% 還元取れるっていう風になりますんで、合計 1% 還元っていう風になります。チャージルートを組んだとしても、1% 還元ということでね、一応ね、これアメックスのクレジットカードっていうのは、直チャージね、ANAPay にできないので、キャッシュをね、経由する必要がございますし、またね、このアメックスからね、モバイルスイカっていうのも直接チャージすることはできるんですけども、還元がなくなったりいたしますので、今後ね、利用されたいっていう方は、こちらのルートを組んでいただくと、合計 1% 還元ね、取れるっていう風になりますんで、これは ANA マイルの還元率になりますけども、ここはね、各種アメックスね、0.5% 取れるっていう風になりますんで、私の今後のメインルートはね、これになっていくかなっていうところですかね。ANA アメックス使ってる方で、ライフソリューションでね、ANA のライフソリューションで狙ってる方も、こちらのルートね、ぜひ利用してください。ここで一回カウントが入って、ここでもう一回カウント入りますんで、ダブルカウントね、取れると思います。それでは次にですね、ちょっとね、複雑なルートを組むと、もうちょっと還元率を上げれるんじゃないかということで、ちょっと考えてみました。ちょっとこれはね、私自身まだやっておりませんので、まあ多分取れると思うんですけどね、まだやってませんので、一応ね、今後ね、私実際にやりますんで、それまではね、実際にはやんないでください。理論上これは多分いけると思います。アメックスのクレジットカードから au Pay Prepaid にチャージしていただいて、au Pay Prepaid から Apple Pay で和音ですね。まあ和音でも7個でもいいんですけども、まあ和音だとね、買った時にね、1% 取れますんで、和音のミニストップでね、利用していただくのがおすすめです。で、ミニストップで、バニラビザですね。こちらの、ビザのね、プリペイドカードなんですけど、これね、3D 席が通ってますので、モバイルスイカね、チャージできると思いますので、まあこれをね、和音払いで購入していて、1% 還元でチャージして利用していただく。まあこうすることによって、1.5% 還元が、まあ取れるっていう感じですね。まあもちろんね、ミニストップまで出向かなきゃいけないんで、まあちょっとね、めんどくさい部分はありますけども、まあこうすればね、アメックス 0.5、またね、和音1% 還元取れるっていう風になりますんで、これはね、和音の英語の和音ポイントがね、溜まるっていう風になりますんで、和音ポイントはですね、T ポイントにね、交換等価でね、i イオンアプリでね、することできますので、まあ私は最近ちょこちょこやってるんですけども、まあそれをしていただくと、70% でね、ANA前に交換することもできますので、ANA アメックスゴールドとかで考えると、0.5 と 0.7 で 1.2% 還元でモバイルスイカチャージできるみたいな。まあそういった感じになりますかね。まあちょっとね、ここまでね、チャージルートを組んで 1.5% なんで、まあやる人そんなにいないかもしれないですけども、今度ね、ちょっと実際にやっていきます。それでは次に ANA カードの場合ですね、ANA ビザ、マスターカード、キャッシュ ANA ペイということで、ANA マイル還元率は 1.5% スイカチャージルートになります。で、これはね、Android、iPhone の方は利用することをできるっていう風になりまして、ちょっとさっきのこのルートね、言い忘れましたけども、こちら iPhone、これは Android、iPhone 両方とも利用することができます。で、このルートはですね、両方のね、方利用することができて、ANA、ビザ、マスターの方は、このね、還元通りが取れます。ここで 1% 取れて、ここで 0.5% っていう風になりますんで、ライフソリューションで狙ってる方はですね、こちらね、ぜひ利用してください。三井住友カードが発行しているこの ANA のビザマスターに関しては、直接チャージすることもできますけども、還元がなくなるっていう風になりますし、ライフソリューションね、稼ぎたい方は、これもね、ここで1回、ここで1回ね、ダブルカウント入りますので、こちらね、狙ってる方はぜひね、このルート利用していただくのがおすすめです。で、ANA マイル還元率も 1.5% ということで、ANA マイル還元率はね、非常にいいのでね、ANA のビザマスター持ってる方に関しては、このルートがおすすめです。JCB カードに関しては、JCB ってね、本当にいろんなチャージルートのね、還元取れないようにしておりますんで、残念ながら還元は取れません。ここの還元全部なくなりますので、ここの 0.5% だけ取れる。まあ、その代わりライフソリューションでは、一応ね、稼げると思いますけども、ここしか取れないんでね、この点は注意してください。で、次ですね、Android の方はですね、未だにね、こちらが利用することができますんで、Android 利用してる方はね、こっちでもいいかもしれないですね。まずね、Amex のクレジットカード持ってる方は、au Pay にね、0.5% 還元でチャージできますよね。で、au Pay っていうのはね、モバイルスイカね、チャージすることができるっていう風になりますんで、これね、還元取れるんですよね。ですので、Android 利用されている方は、これで 1% 取れますんで、めちゃくちゃ簡単に取れるんでね。Android の方は、これがいいですかね。で、ANA のね、マスターカードのみにはなりますけども、1% 還元ね、au Pay チャージして取れるっていう風になりますんで、これで利用していただくと、ここもね、1.5% 還元で利用することができますんで、Android の方はこちらがおすすめです。っていう感じですね。一応ね、今回、還元がね、見ていただければわかる通り、1.5%、1% とかね、一番高くても 1.5% 還元なんですよね。ですんで、還元率的にはね、今まで、非常に高かったね、還元率 2% を超えるような還元率もね、叩き出せなくなってきてしまったっていう風になりますんで、じゃあもういいやっていう方もね、思う方いらっしゃると思うんですけども、まあ私はね、決済修行してる部分があるんでね、アメックスをね、使い続けるのは変わんないんですけども、T カードプライムね、結構お勧めさせていただいておりますけども、まあ、こちらのクレジットカードね、ANAPay、日曜日にチャージしていただければ 1.5% ね、今も取れるっていう風になりますんで、まあこれ利用していただくのもね、結構おすすめです。まあ T カードプライムでね、ANA マイルを貯めたいっていう方は、このルートね、利用していただくと日曜日にね、1.5% で ANAPay チャージしておいていただいて、ANAPay でね、基本的に利用していただく。で、またね、0.5% のモバイルSuicaにもチャージすることができるっていう風になりますんで、まあ、ちょっと話してなかったですけども、今回ね、モバイルSuicaと、あと、この後投資信託の購入のルートも説明するんですけども、最終的にはね、今後は ANAPay が最後になりますんで、まあ ANAPay っていうのはね、この ID の決済であったり、ビザのタッチ決済、またね、カード番号を出してネット決済とかもできますので、まあ物理カードだけなくなってしまいますけど、まあ今もね、トヨタウォレットも物理カードはないので、まあそこはね、あんま問題ではないかもしれないんですけども、まあここでね、最終的に使っていただく、もしくはモバイルSuicaにチャージしていただく、まあそういった形になりますかね。でですね、こちらの、三井住友プラチナプリファード上にかぶしちゃいますかね。はい。こちらね、先ほどの、ね、ANA のクレジットカードも、三井住友カードが発行していて、このね、三井住友プラチナプリファードね、ANA マイル還元率ね、最大 2.25 っていうね、とんでもない還元率ね、叩き出す、この三井住友プラチナプリファードなんですけども、最近発行された方ね、結構いらっしゃると思うんですけども、これもね、年間決済主業ね、100万円で1万ポイントで、400万円まで4万ポイント取れるわけなんですけれども、決済使用される方多いと思うんですよね。で、こちらも、同じね、発行会社はこの ANA のビザカードとかね、三井住友カードを発行しておりますんで、このカードもですね、このルートで、Suicaチャージね、利用することができますし、ぜひね、このルートで利用してください。というのも、この三井住友プラチナプリファードね、モバイルSuicaとかね、直接チャージすることできるんですけども、こちらもね、還元を取ることができないっていう風になりますし、またね、年間決済額、今新規入会キャンペーンでね、やってるこの入会でね、40万円利用すると4万ポイント。これね、Suica入らないっていう風になりますし、またね、継続ポイント1万円、100万円ごとにね、1万ポイントもらえますけども、こちらもね、モバイルSuica対象外っていう風になりますんで、このままね、直接チャージしちゃったりするとね、還元取れなかったりいたしますんでね、この点はね、注意してください。このね、入会特典本当にすごいですよね。40万円以上で4万ですからね。これ、70% ANA マイルに交換することできますんでね、めちゃくちゃ強いですよね。それではちょっとね、話を戻しまして、次はね、投資信託の購入ルートですね。こちらに関しては、今回の改定ね、特にね、影響ございませんので、今後もね、こちら利用することができるっていう風になります。このね、和音で楽天バリアブルカードね、購入した際も、ちゃんとね、還元、まだ私もね、こちら毎月やってますけども、普通にね、1% 還元取れてるっていう風になりますんで、これはね、本当になくならないでほしいですよね。ですので、これが iPhone の方で、こちらが Android の方ですね。まあ、こちらに関しても、AMEX からキャッシュ、ANAPay、楽天エディ、楽天キャッシュから投資信託購入っていう感じですね。で、Android の方のみね、楽天エディからね、楽天キャッシュへのチャージ、ここがね、Android しかまだ通っておりませんので、未だにこちらね、Android の方しかこのルート組めないんですけども、iPhone でね、このルートを利用できるように早くね、なってほしいですよね。なかなか進まないですよね。で、次に ANA カードで、投資信託の購入。一応ね、こちらも作ってみたんですけども、まあそんなに利用する方いらっしゃらないと思うんですけども、マスターカードのみですね、このね、au Pay Prepaid でね、1% 還元が取れて、利用することができるっていう風になります。次に JCB カードはですね、直で、このね、和音とか7個にチャージすることができるんですけども、もちろん還元取れないっていう風になりますんで、JCB の方はライフソリューションズの、決済主業、それもこの投資信託購入とかでね、使いたいっていう方は、まあいいかもしれないんですけども、ここの還元がね、取れないっていう風になりますんで、まあこの後はね、取れたりするんですけども、まあミニストップじゃないとね、これも取れなかったりいたしますし、ANA ビザカードの方はですね、ビザカードのブランドは残念ながらね、こちら直チャージもできないっていう風になりますんで、ビザカードの方は利用することができません。マスターカードは還元がね、結構しっかり取れるんですけども、JCB のカードは、この還元が取れない。で、ANA ビザカードは、このルート自体が利用することができないっていった形になります。で、次に Android の方ですね。Android の方は、ANA、Visa、Master の方はキャッシュにチャージしていただいて、ANAPay、楽天 AT、楽天キャッシュで、投資信託購入ですね。で、JCB の方は、利用することはできますけども、還元ここはね、取れないっていう風になりますんで、ここだけですかね。はい。ですけども、まあ一応ルート自体はね、利用することができますんで、ライフソリューションとかね、利用されたいっていう方は、こちらのルートね、利用していただくのはね、いいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、トヨタウォレット2020年3月31日で、還元終了っていうのがね、発表されました。まあ非常にね、残念ではあるわけなんですけども、まあ正直ですね、このトヨタウォレットね、使ってた方は多分モバイルSuicaにチャージしてる人めちゃくちゃ多かったと思いますので、まあこれがね、今までずっと利用することができていたっていうのはですね、本当に感謝しかないですよね。まあ正直ね、私はすぐ付かれて、まあなくなっていく、還元でなくなっていくと思ってたんですけども、いや結構ね、長い間ね、利用することができたっていう風になりますんでね、トヨタウォレットさん本当にありがとうございました。まあ今回ね、還元はなくなるわけなんですけども、まあ長期間ね、利用させていただいたんでね、感謝しかないですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断、こちらね、無料で利用することできますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。